シズクレムリンは、ロシア連邦の首都、モスクワ市の中心を流れるモスクワ川沿いにある旧、ロシア帝国の宮殿。クレムリンは、英語やフランス語などでの表記。ソビエート連邦時代には、ソ連共産党の中枢が設置されたことから、ソ連共産党の別名としては用いられた。現在もロシア連邦の大統領府や、大統領官邸が設置されているため、 ロシア政府の代名詞として用いられる。正面には赤の広場がある。ロシア語ではクレムリとなり、城塞を意味する。中世ロシアにおいて多くの都市は中心部にクレムリンを備えていた。モスクワのほかノブゴロド、ニジニノブゴロド、火山、アストラハンにあるものが有名である。しかしながら日本語内において単にクレムリンといった場合は、 モスクワにある宮殿を指すことが多い。モスクワのクレムリンはそれらの中でも最も有名かつ壮大なもので、城壁の総延長は 2.25km ある。20の城門を備え、内部には様々な時代の様式による宮殿や大聖堂が林立している。1917年クレムリンズモスクワのクレムリンの原型となる城塞は12世紀に築かれたと考えられている。 クレムリンが築かれた場所は、モスクワ側とネグリンナヤ側の合流点に面した、カシダン級に立つ、天然の要害であった。1366年、第四代モスクワ大公ドミトリー・ドンスコイにより、石造りの城塞として再建された。イヴァン三世時代のモスクワ・クレムリン、アポリナリー・バスネツフ15世紀後半、イヴァン三世の地勢に、ロドルフォ・ディ・フィヨラ・バンディア、 マルコルフィーライタリア人建築家により進んだ追記術が導入され、ルネサンス風に全面改築がなされた。この時期には代々のツァーリが大冠式を行うことで知られるウスペンスキー大聖堂、ブラゴベシチェンスキー大聖堂、ツァーリの納骨堂のあるアルハンゲルスキー聖堂の三大聖堂やイヴァン大帝の首労が建立され、現在とほぼ同じ外観を持つに至った。 17世紀には縄文にゴシック風の塔が加えられ、五落偶、モスクワ総司教官が新築された。しかし、1712年に、ピョートル一世がサンクトペテルブルクに遷都すると、クレムリンの増改築は停滞した。1812年、ナポレオン・ボナパルトによる、モスクワ占領の際には、クレムリンの一部が破壊されたが、その後修復された。さらに、コンスタンチン・トーンラによって、 オークレムリン大宮でに武吹宮殿が新たに作られた。1917年のロシア革命以降はソビエト政府の中心となった。なお、モスクワ放送では宮殿で鳴らされる鐘の音を流していた。クレムリン円形モスクワのクレムリンは南をモスクワ側、北東を赤の広場、北西をアレクサンドロフスキー公園によって囲まれた、ほぼ三角形の形をしている。 総面積は約26ヘクタール。城壁に囲まれた構内には、大小新旧様々の宮殿、聖堂建築、二重の塔がある。モスクワ川沿いの菓子ン級には、クレムリン大宮殿を中心に、グラノビータや宮殿、テレムノイ宮殿が林立し、これに、クレムリン大会宮殿や聖堂群が、周囲に建てられ一つの建築複合体を形成している。 この敷地の東隣は、対日キー庭園となっている。グラノビータや宮殿テレムノイ宮殿大聖堂広場に、面して立つアルハンゲリスキー大聖堂、大聖堂広場で行われる、プーチン新大統領による、クレムリン連帯の滅平式。宗教的空間である、この大聖堂広場も現代では、政治の舞台装置である。クレムリン大宮殿の東側には、 ロシア正教会のガランが隣立する広場があり、大聖堂広場の名で呼ばれる。この他、大聖堂広場やクレムリン大宮殿には、総主教宮殿、ベルホスパスキー聖堂、テレムノイ宮殿付属教会、リゾポロジェーニエ教会、十二使徒教会、ラザーリ教会がある。クレムリンの赤い星クレムリンを移常する20の戦闘、1937年のロシア革命20周年を、 記念して、トロイツカヤ島、ホロビツカヤ島、ボドブズボドナヤ島、スパスカヤ島、ニコリスカヤ島の先端には、ウラル山脈から採掘されたルビーで作られた、直径3メートルになる赤い星が輝く。クレムジンの島スパスカヤ島、夜スパスカヤ島アレクサンドロフスキー庭園は、クレムジンの北西部に沿って伸びるモスクワ最古の公立公園。1812年ロシア戦役で、モスクワが、 ナポレオンの大陸軍に占領された際、モスクワ市街は数日間にわたる大火で全焼した。大陸軍の退却後、皇帝アレクサンドル一世は、モスクワ再建を開始したが、クレムジンの下を流れるネグリンナヤ川の汚染が、かねてから激しかったことから、地下水路化することにし、川の跡地に庭園を作らせることにした。これがアレクサンドロフスキー庭園である。設計は、オシップボーベ。 1819年から建設が始まり、1823年に完成した。庭園は、北から上、中、下の庭園に分かれている。クレムリン北端の革命広場に面したウグロバーや、アルセナーリャ島からトロイツカ野島までの間は、上の庭園で、1967年に大祖国戦争の戦死者のために築かれた無名戦士の墓、イタリア風の洞窟。 マネージ広場との間にある噴水、ロマノフ王朝300周年を記念して建てられた、オベリスク、モスクワ総主教王、ゲルモゲンの記念碑、バラ園などがある。トロイツカヤ島から、ボロビツカヤ島までの間は、中の庭園で、トロイツカヤ島からクレムリンへの入場券売り場や、アレクサンドル一世記念碑が立つ、小立に囲まれた公園である。ボロビツカヤ島から、 クレムリン南端のモスクワ側に面したボドブズボドナヤ島までの短い区間は下の庭園で遊歩道のない森だけがある。クレムリン空撮この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。